はい、皆さん、こんにちは、エルニーヨです。ということで、今回なんですけど、皆さんね、ペヤング極激辛味というものはご存知でしょうか？その名の通りね、極激辛なんて書いちゃってるくらいなんで、マジで極激辛なんですよ。過去にですね、2回やってきているわけなんですけど、見事にね、どちらの方でも死んできているわけなんですが、ちょっと前に、ツイッターの方で、こんな DM が来たわけなんですよ、僕のところに向けて。見てください、こちら。ポンと。エル君、頼みましたよ、つって。これ、パッと見、僕こうやって携帯見た時に、ペヤングか、いやいや、これやってるんだよな、だからちょっと見てもらおうと思って URL 送ろうと思って画像をよくよく見てみたんですよ。そしたらなんか様子が違って、あれ、なんこのパッケージと思ってよくよく見たらですね、ペヤング焼きそば、極激辛ファイナル、終わった。食べます。マジでね、ちょっとね、もう本当にやめていただきたいんだ。なんていうんですかね、こういうね、ありえない商品が出るっていうのは、ネタが枯渇してる俺からしては結構嬉しい。マジで、やばいんだってこれ本当に。コメント欄とかで毎回いるんですよ。これ余裕で食えたぜ、とか。いや、これそんな辛くなくね、美味しかったんだけど、とか言う人いるじゃないですか。おかしいからね、それね。極激辛なんで、極激辛。いや、すごいんだけどね、なってる人は。エルニーニョオーバーリアクションで草とかいうふうに帰ってくる人たちはね、本当にちょっと飛んでいこうと思うので、マジでやめていただきたいわけなんですけど、本当にね、これやばいんですよ。でも何がやばいかって言ったら、見てこれ、極激辛の2倍の辛さとか言ってね、これ YouTuber に向けられて作られてるんだろうって僕は考えてるわけなんですよ、勝手に。いやもう本当にね、食べる前から汗かいてきちゃってるからガチで。まあでももうね、つべこべ言わずに食べていこうと思います。もうそういうことなんですよ。もうこれは YouTuber としての定めです。はい。やらなきゃいけないんですよ、これはもう。ハッシュタグペヤング義務化みたいな感じで。ちなみに言うと、これ今日の僕の夜ご飯ですね。はい。死んだ。あらかじめ母親にはですね、これ今日多分死ぬから夜ご飯作んないでいいよっつって、最後の晩餐をありがとうみたいな感じで言ってきたわけなんですけど、食べます。はい。でも今回は、今までですね、まず第1回のペヤング極激辛は、食い切れませんでした。で、もう食って、あ、これ無理だ、終わった、死んだってなって、父親に食べてもらった。で、父親は、おぉ、いけるっつって食べて、いやいや、何考えてんのって思ったんだけど、翌日、ケツから火が出た。第2弾はですね、ニンニク味かな。ニンニク味の極激辛をやったわけなんですけど、それは兄貴と一緒にね、兄が初めて出た動画で食ったんですけど、それも2人で死にました。なので、洗って焼きそばをね、洗ってソースを落としてカルボナーラみたいにして、食べて終わらせたということなんですけど、今回ちょっとこれ、完食に挑みたいと思います。はい。ちなみに言うと多分今スキッパラにこれが入るので、間違いなく死ぬと思うんですが、もうやっていきましょう。その前になんですけど、すいません。このまんまの格好だと結構熱くなっちゃうんじゃないかなってことで、いきます。ということで、エルニーニョグッズ黒 T シャツ、もうちょっとで売り切れるから買って、ね、やっていきましょう。はい。じゃあまずね、リビングから強奪してきたティファールにスイッチを入れますと。マジで食いたくねえな。本当に。いやもうなんでこんなの出しちゃったんだろう。この前コンビニで見かけた時さ、手に取るしかなかったっていうかなんつうか、存在は知ってたんだけど、出会うまではまだ大丈夫だろうと思ったんだけど、コンビニで会いましたね。見て、怖い、めっちゃ怖いなこれ。めっちゃ怖いわ。ほんと来いやこの野郎ら、おい。押すのじゃねえぞこの野郎ら、おい。来い。おい。熱い熱い熱い、なんかめっちゃ熱いめっちゃ熱い、うわ。ということでですね、お湯が沸きました。ティファールは便利。はい、毎度のごとく中身の方はですね、ね、お前どの面下げてこの中に入ってんだって感じですか。火薬、極激辛ファイナルソース、じゃあまずね、火薬をぶちかましてからですね、俺はペヤングソース焼きそばの作り方をよく覚えてない。お湯を、はい、よいしょー、封印。じゃあ3分待っていきましょう。3分待ちましょう。開演だ。あ、湯切りすんのかこれ。そうだわ。思い出しました。俺今まで麺がお湯吸って自然消滅するって思ってたけど、そうだ、湯切りがあるんだこれ。はい、つうことでね、やけどしてきました。あっ！やべ、なんか普通に狙撃されたんですけど。来ちゃったか。もうやだー。はい、入れていきます。なんかちょっと待って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 、いきます。極激辛ファイナルソース、ウィーン。ドスイーオスじゃん。
でもなんか、え、待って、これ間違えた？なんかさ、ソースの匂いするんだけど、普通に。え、なんか、何？嵐の前の静けさ。え、普通になんか、いい香りがしてます。え？いや、いい香りがしてるっていうことにしときます。混ぜていきます。混ぜ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 。あーだ！あー、終わりました。うん。今、俺は全てを悟った。鼻に入ってきた匂い。これは、鬼の匂い。俺、長男でもないんだけど、普通に。こんな感じでございますね。はい、ペヤング、極激辛ファイナルということで。もう始まるんですね。まず最初に牛乳で、喉をコーティングしておきます。ということで、牛乳を。あ、背伸びたわ。じゃあ、いただきたいと思います。この世のすべての食材に感謝を込めて、いただきます。だが、ペヤング極激辛ファイナル、てめえはダメだ。ヒヨルンじゃない。フィヨルド。いや、待って、やばい、ほんとにやばい。ちょ、ほんとにやばい。もうダメダメダメ、食べらっちゃダメ。もういい、もういい、いいんだよ。あ、お、お。ちほや、ペヤング君。やばい、本当に。卒業式より泣いた。シャレにならないってこういうことだわ。本当にやばい。待って、やべ、これね、危ない。本当にね、15歳のペーペーが食っていい汁物じゃないんだ、これ。あのね、違うんだよ、これ。なんか辛いじゃない気がする、俺的に。激痛焼きそばです、これ、マジで。うん、これ、マジでね、食い物なのか、マジで、本当に。あの、なんか、拷問器具と言っても過言ではないぐらいのレベルなんだけど、あの、なんとかして食えないかな、これ。これ、ちょっとあの、食い切りたい。でもなんか、頑張ってさ、食べきりたいっていう気持ちがまだ俺の中にあるのが、すでにやばいんだけど。ということで、生卵を持ってきました。卵をね、つけて食べると、辛さが抑えられるっていうのを、はじめしゃちょーさんの動画で僕学んだので、ちょっと今このファイナルではどうなるかわかんないんですが、やっていこうと思います。これはちょっと頑張りたい、本当に。卵に絡めて、いただきます。いて、ということで、今ね、洗ってきたんで、一本吸って。いけるかもしんないわ、これなら。これならまだいけるかもしんない。これを卵に絡めればもう多分。大丈夫だ、これならいけるわ。ちょっと辛いな、うぜえな。ちょっと辛いなぐらいには収まりました。なんで中学卒業してしょっぱなこんなことしてんだ、俺は。辛いじゃねえかよ。マジでね、これ本気でシャレになんねえわ。あんだけ洗ったのにまだこんな辛いの。初代ペヤングの激辛ぐらいの辛さなんじゃないかな、これ。今のこの段階で、洗って卵漬けの段階で。マジだ。
通にえぐい。でも今ちょっとチート技みたいなの使ってるから、ガツガツいけてるけど。いや、だからね、これがガツガツいけてんのもね、怖い自分が、本当に。いや、でもそれほど早く撮影を終わらせたいんだと思う、多分。あと少し食べきろう、うん、今あの感覚です。あのプールで水飲みすぎちゃって気持ち悪いんだけど、あの出ないっていうあの感覚つまりね、死にそう。ああ、あ、違う。あと少し。頑張るぞ。ということで、完食です。もう待って。